低糖質の痩せるあんこの作り方お伝えしていきます。もう私あんこがもう大好きなんですが、市販のあんこ、まあ和菓子ですよね、にはもうたっぷりの太る原因の白砂糖が含まれているんですよね。腸内環境を汚してしまってこうデブ菌が増える元です。ところが今からお伝えする私の手作りあんこですと、あなたの腸内環境が整って痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えてですね、美味しく食べながら痩せることができるんですよ。もう材料はたったの2つです。もうとっても簡単に作れますから、ぜひぜひあなたも私と同じあんこを作ってみてくださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。使う材料が2つとお伝えしましたが、もうたったのこれだけ、小豆と麹、米麹だけで作れるんです。でまたこの小豆の持つダイエット効果は、その太る原因、炭水化物、まあ、糖質ですよね、の代謝をスムーズにしてくれたり、またむくみ改善になりますから、こう体もすっきりなります。でまた不溶性の食物繊維がたっぷり入ってますから、その腸や胃の中でこう膨れてくれるんですね。なのでこう食べた後のその満腹感も得られますし、腸内環境も整うというこの素晴らしい小豆の効果プラス、今回使う麹、米麹です。で私はこの乾燥タイプを使っておりますけれども、あの生タイプでもできます。あの量も同じで大丈夫です。私はこちらの乾燥米麹を使っているんですが、この麹が持つ酵素の力があなたをこう痩せ体質へとこう導いてくれるんですよね。なぜかというと、その痩せ菌のその元、善玉菌、まあ、乳酸菌であったり、またアミノ酸、麹酸がいっぱい入ってますし、食物繊維がやっぱりここも豊富なので、しっかりとそのお腹すっきりすれば代謝も上がってエネルギー効率も良くなりますから、もうぜひぜひこの小豆と麹を使った手作りあんこ今から作っていきましょうね。で早速今から材料と作り方ご説明していきたいと思います。で必要なのはこちら作る発酵あんこです。要はこう発酵したあんこなので、これまた発酵食品になります。このあんこがそうすると、先ほどからお伝えしております痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が入っている元なので、あなたはその痩せることができるんですよね。では材料です。小豆、おすすめは本当の無農薬で作られたような、あの北海道産であったりとかですね、まあ、国内産の小豆をぜひ購入してみてください。小豆が 200g です。でそして私は今回この乾燥米麹を使って 200g なので、小豆と米麹が同じ量です。にプラスお水適量ということ で使う道具は炊飯器だけです。ここまで大丈夫ですか？以上を用意してください。そうしましたら、今から作り方を説明していきますが、あの口頭だけだと分かりにくいと思いますが、文字に起こしてます。ちょっと変えますね。はい、失礼します。そしたら、まず作り方です。もう簡単ですよ、簡単。ただこれは発酵する食品なので、発酵ってね、やっぱり少しね時間かかるんですよね。はい、混ぜてすぐ出来上がりというわけにはいかないので、あと事前にそのあんこ食べたいなっていう時はですね、お時間を作ってくださいね。で特にあの発酵する時って、夏場は早いんですけれども、まあ、今秋ですよね。で冬場にかけては、あの結構ねやっぱり菌もねゆったり、まあ、働くわけです。なので慌てず、まあ、ゆっくり作るんだなということで、気長に待ってあげてください。ちょっと失礼します。見えますか？では行きましょう。作り方です。はい、お待たせし、見えますかね。では先ほど準備していただいた小豆 200g をこうさっとまず水で洗ってください。でその後たっぷりのお水を一緒に鍋に水と小豆を入れて火にかけます。でそして沸騰したら一旦差し水をします。だいたい 150cc ぐらいで OK です。を加えた後また再度加熱して、再沸騰したら一旦その小豆をざるにあげてください。これが手順1。では手順2です。で新たにですね、また鍋に先ほど沸騰させた
小豆、ざるにあげた小豆とお水がだいたい 600cc から 800cc を入れて、小豆がこの柔らかくなるまで煮ます。で、結構普通のお鍋ですとだいたい柔らかくなるまで1時間から1時間半ぐらいはかかると思います。中火ぐらいでですね。そして、まあ、その季節のね、まあ、気温にもよると思うので、だいたいご自分の指で小豆がこう潰れる硬さまでここで煮てください。そして柔らかくなったら一旦火を止めて、その後蓋をして30分間蒸らしましょう。で、その時にだいたい小豆が60度ぐらいまで冷める状態にしてあげてくださいね。ここポイントです。60度ぐらいがちょうどその発酵しやすいあの温度ですので、温度計で測っていただいて、まあ、だいたい60度に冷ましてください。ここまで大丈夫でしょうか。では最後残り半分説明いたしますね。まあ、このあたりでもね、結局その小豆が柔らかくなるまで1時間から1時間半かかるわけですから、結構その場でいないといけないので、お時間を作ってくださいね。で、ここからはもうお任せコースです。お任せコース、炊飯器にお任せコースです。そして今出来上がったその小豆ですよね、60度ぐらいになった小豆を今度は炊飯器に入れます。プラス事前に準備したその乾燥の米麹がありますよね、をよく入れて混ぜてください。で、その時にあれちょっと水分足りないなっていう時は、あの再度60度のお湯を、まあ、ちょっとひたひたなるぐらいまで入れてあげてくださいね。では手順4番です。その時に炊飯器の蓋は、ね、閉めません。その代わりに濡れた濡れ布巾、布巾をかぶせてあげてくださいね。で、結構その、まあ、夏場こう乾きやすい時とかありましたら、布巾はまあ2枚ぐらいで重ねてしっかりとその湿度をこう保ってあげるんですよね。で、かぶせてだいたい6時間から8時間炊飯器の保温効果を使ってずっと温めてあげるんです。で、私もあの夏場は結構この時間で作れたんですけれども、冬場はやっぱりもうちょっと時間かかりましたね。まあ、その時の気温とかお部屋の温度によると思うんですけれども、やっぱりお部屋が寒いと発酵にも時間がかかりますので、そのあたりは様子を見てあげてくださいね。では手順5番に移りましょう。で、そのままね、その 6から8時間ぐらい放っておくのではなくて、やっぱり発酵させてあげたいわけですから、途中でね、2、3時間ごとによくかき混ぜてあげてください。あ、2、3時間経ったと思ったら、こうよくね、私はの木べらで混ぜてあげるんですけども、ね、美味しくなれ、美味しくなれとね、唱えながら、よしよしって、あの生きてますから、発酵。もう本当生きてるなってね、思うエネルギーを感じます。で、その時に、もし布巾が乾いていたら、再度しか濡らしてあげて、またかけ直してあげてくださいね。もう本当、もう育ててるようなね、感じですよね、菌をね。では最後手順6番です。出来上がりです。出来上がったっていう目安はもう本当にあの柔らかくなって、まあ、こういったお時間もうかけたらもうほぼ OK です。で、その後保存容器に移していただいて、一旦冷ましてから冷蔵庫で保存してあげてください。で、まあ、季節にもよりますけれども、冷蔵庫にそのままこう入れてしまうと、こう表面が乾いてしまってあんこがねパサパサになってしまうので、しっかりこうラップをして差し上げてくださいね。そして冷蔵庫で、そうですね、まあ、2、3日間ぐらい持ちますが、やはり傷みやすいので早めに召し上がってください。もう美味しくてね、2、3日も持たないと思いますよ。もう1日で食べてしまいたくなるぐらい美味しいです。でも本当このまま召し上がっていただいてもおやつになりますからいいんですけれども、私はあのライ麦パンですとか玄米パンにこう挟んでちょっとあんパンにして食べることもありますし、オートミールのあのミューズリーのそのフルーツの代わりにこのあんこ入れて、ちょっとしたそのぜんざいみたいな形で食べることもあります。またこういったレシピはおいおいねお伝えしていきたいと思うんですが、今回はこのまずはあんこを作るということをお伝えしたかったので、以上の手順でお伝えしました。もうあなたのアレンジレシピも教えてくださいね。あのいろいろとアレンジ聞きますから、ぜひぜひ教えてください。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をお伝えしています。そのことであなたが継続的に
健康的に綺麗に痩せるを目的にしております。でまたこういったの、まあ、作り方の件でもいいですし、いろんなのお問い合わせ、ダイエットに関して先生と話したいなという方は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ぜひそちらご登録後直接私まで遠慮なくご相談してくださいね。でまたこの動画役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきますと私とても励みになっておりますし、とってもとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。